エミリア・クラークは、イギリスの女優。HBO のドラマシリーズ、ゲーム・オブ・スローンズのデナー・リスター・ガリエン役で知られる。ロンドンで生まれ、バークシャーで育った。父は、舞台の音楽監督で、母は、ビジネス・ウーマン。セントラル・セント・マーチンズのドラマセンターで演劇を学び、2009年に卒業した。2011年2月11日。 ゲームオブスローンズ第1シーズン放送前、トレーニング中に体調が悪くなり、病院に搬送され、蜘蛛膜下出血という診断を受け脳の緊急手術を行った。生命の危機を脱したが、集中治療室での治療を余儀なくされ、言語障害が残った。自分の名前も思い出せない状態であった。2013年に再手術を受け後遺症が残ったが、長いリハビリを経て、復帰。 2019年の最終シーズンまで出演した。この作品では、ヌードも披露している2014年、男性向けオンライン雑誌、askmen.com において、2014年版、世界で最も理想的な女性第1位に選ばれた。翌年の、世界で最も美しい顔ベスト120位に選ばれた。2015年、ターミネーター、新起動、ジェニシスに、 サラ・コナー役で出演して日本でも知られるようになった。それまではアクションは未経験でありトレーニングもしたことがなかったというありがとうございます。